ッシングマイスターのやすしです。本日はですね、お母さん休め母危篤の体に悪い3つの理由のその3に行きます。3、はい、3はあれかと言ったら、まあ動物性脂肪なんですね、これっていうのが。まあこれって何だろうっていう方はですね、ちょっと動画を、前の動画を見てほしいんですけども、オムライス、カレーライス、アイスクリーム、サンドイッチ、焼きそば、スパゲティ、目玉焼き、ハンバーグ、ハンバーガー、餃子、とんかつ、トースト、クリームシチュー。はい、これっていうのは動物性脂肪なんですよ。動物性脂肪、動物性って脂肪って何なのと思うんですけど、動物性脂肪っていうのは飽和脂肪酸に含まれます。飽和脂肪酸、飽和脂肪酸はね、コレステロールを上げちゃいます。上げる、そうすることによって生活習慣病、糖尿病とか多いです、脳卒中になりやすい。はい、これ食べるとこのコレステロールが上がって生活習慣病になりやすくて、命に関わる病気になりやすいことです。はい、でよく最近言われてますけども、ココナッツオイルっていうのがどうなのかっていうふうに言われるんですけど、これ実は飽和脂肪酸に含まれます。植物性でありながら飽和脂肪酸に含まれるので、これをね、体にいいからって言って、まあ、舐めたりとか、これだけで食べたりするのではなくて、まあ、バターの代わりに使うとかって全然構いませんけども、これが体にいいんだと思って食べちゃう、ベブ舐めちゃうっていうのは良くないと思います。はい、まあ本当にバターとかその一種の調味料代わりに使っていただければなと思うんですけども、まずはこの動物性脂肪が多いこのメニューには、そして飽和脂肪酸があります。これに飽和脂肪酸が含まれる、そうすることによってコレステロール値が上がり、生活習慣病で、まあ、命を落とす危険があるというふうに思っていただけた方がいいと思います。かなりこれ怖いメニューになるんですけども、はい、まあ今まで1,2,3っていうのをお伝えしてきましたけども、次はどういうふうにしたら、これメニューは食べちゃダメって言ってるわけじゃないです。食べるためにはどうしたらいいかっていうのを改善策、対策法とかもお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、まあ3つの理由聞くと結構うわ怖いと思うんですけども、まあ解決策がありますので、はい、お楽しみにお待ちください。はい、でまだ私の方の YouTube 登録がおすすめでない方はぜひチャンネル登録していただいて、私の動画を見逃さないようにしてほしいと思います。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。毎日あっと驚く豆知識を配信中、チャンネル登録よろしくお願いします。